読者の皆さん、こんにちは。今日は私の友達、じゃじゃん、ゆかちんが遊びに来てくれました。はい、皆さん忘れてるかもしれないんですけど、ゆかちんは去年の今頃の、小さいピストルのリポートに出てくれた私の妹分です。イエイ。はい、今回ご紹介するのはグロック34MOS なんですけれども、こちらの銃はタランさんの会社で改造したものになります。はい、今回本当は改造していないものと比較したかったんですけれども、その改造していないものが倉庫の奥の方に迷い込んでしまったようで、こちらしかいないので、こちらで今回は撃ちたいと思います。こちらは GN4 の GM コンバットマスター、こちらは GN3 の GM コンバットマスターです。GN4 はバックストラップをつけることによってグリップの大きさを変えることができます。はい、このコンバットマスターを説明しますと、このスライドとグリップが加工されてかっこよく使いやすくなっています。 MOS の特徴はここに光学サイトがつくことです。これをつけることによって2つのサイトが使えるはずなんですが、今回はこの背が低すぎて使えないので1つだけ使ってやりたいと思います。それでは実際に撃ってみたいと思います。今度は本来のフレームをくっつけてみました。グリップを比較してみたのですが、私なりの感想ではこちらの方が手にかかる衝撃が少ない感じがしました。こちらのグリップは手に跡がついちゃったりします。ビデオ撮ってるよ、絶対ビデオ撮ってるから、なんかセリフ言って、いいね。